コントロールよくするには、はい、どうも、しめてみです。はい、本日は何ですか。いや、ピッチャーでこの間球速アップをやってもらったと思うんですけど、はい、今度コントロール、いや、ピッチャー大事なコントロールだと思うんで、はい、翔平さんの知ってる中でコントロールを向上する方法を今日は教えてほしいなと思います。大変ですよそう簡単にうまくいかないよ、コントロールは。長き道のりですか。そう、でもまあコツコツやっていかないとダメだと思うんで、すぐにはならないと思うし、ある日急にっていうことではないです。急にというか、まあ徐々に徐々に、うん、徐々にですね。ありますか。じゃあ、まあそれの基礎編というか、まあ基礎編っていうか、もう翔平さんが実践してたこと。実践したのは、俺毎日俺10キロ走ってました。10キロ。高校時代は走ってないけど、大人になって草野球ってほら、やっぱさ、個人じゃん大体。もうそうですね、指導者もいないし、その中で2ヶ月ぐらい10キロ走ったことがあります。毎日毎日、もう泣きながら。泣いてたんですか。泣きながら、クーバー着ながら。あ、辛いんじゃなくて、その曲が感動して泣いてた。感動してた。あ、そっちそっちかね。はい、そうなんですけど、毎日10キロ走るんですけど、大体10キロって1時間ぐらい走れちゃうんですよ。ああ、なるほど、うん、なんで1時間、まあ時間取って10キロ走るまでとりあえず走って帰るっていう生活を、まあ仕事して10キロ走って帰ってっていう生活をしてました。なるほど。その時はまだ YouTube やってないです。おけど、8キロぐらい痩せて、はい、痩せました。痩せてから締まった。おそしてコントロールがめちゃめちゃ良くなった。へえ。適当にバーン投げてもアウトローにピタンと決まるみたいな。へえ、すごいっすよ。そうで、しかも形だったので形も良くなった。へえ。しかもそれあれですね、体が出来上がった大人になってからってことですよね。そう、大人になって。へえ。やっぱこう体で覚えるためにこうリリースポイントを意識、はい、ダーツってここで投げてもやっぱこう放物線を描いてとかね、イメージして投げるじゃないですか、うん、ここで離したらこの軌道でブル真ん中に刺さるみたいな、うんうん、それと同じ意識で自分でここで離したら大体自分の力だったらこのぐらいのスピードで行く、うん、でこのぐらいの軌道だったらこのぐらいで到達するときは行くみたいなのをイメージして投げる。あ、イメージですね。完全にイメージ。なるほど。だから思いっきり投げようっつって思いっきりガー投げたらどこで投げてるか分かんないじゃん。チックスピーンって、まあ、確かに行くしょ、勝ちに行くしょだから最後までリリースまでちょっともう意識して、リリースまでこの自分の中でこのリリース、このリリースでもう意識することによってコントロールできます。なるほど。あとは下半身をしっかりとさせないと、その意識があったとしても体がこう耐えられない。あ、耐えられなくてぐらついて、ちゃんとしたところで離しててもぐらつくからそれがブレて今度も行っちゃうっていうのもあります。なるほど。なんで下半身をしっかりします。あ、まあ、下半身をしっかりするのはもうマジで10キロ毎日走るしか、走っときゃとりあえずコントローラーつく絶対。うん、まあ急速アップの時はダッシュ、うん、30m ダッシュ、短いダッシュを何本もやれって言ったじゃないですか。ああ、そうですね。コントロールよくするにはランニング。ランニング、ランニング、ゆっくりダッシュじゃなくて、たまにダッシュでも、たまにダッシュしてもいいと思います。なるほど。俺の場合はその10キロ走った時は曲をこう聴きながら走るんです。ああで、普通の時は走ってサビになったらダッシュするみたいな、まあインターバル的な。なるほど。うん、でやってました。それマジで役力になるし。確かに。例えばモチベーションが上がんないんであれば、うん、SNS とかでこう今日走ったって報告っていうか、その記録をつける。あ、毎日記録をつける。なるほど。サボったら一発でバレますからね。そう、サボったら、まあ、投稿できないしそインチキはできないように自分の中で、まあ、友達に報告し合うとか、うん、まあ、同じね意識のある仲間がいたらその仲間と一緒にやるとか、うん、一回一緒にやろうぜと言って約2ヶ月ぐらいやった方がいい。ピッチングで思いっきりバーって投げる前に、まずはこの軽く近い距離からこう安定したコントロールのねいいところに決まれば、徐々にこう飛ばしていって距離を長くして最後 18.44 に行けばいいかなと。あ、なるほど。最初こう近い距離から上面にバッてピッピッて投げて、アドレにバーンって。あ、近い距離でってことですね。そう、うん、ここから始める。で少しこう高くみたいな、徐々に下がってくる。そういうのでやった方がコントロールつくかな、イメージ的には。なるほど。まあ、近い距離からさ、あちこち投げるやつはいないと思う、うん、まあ確かに確かに。コントロール良くなりたかったらねだから最初から遠いって言ったら遠いなと思うけど、あ、最初はこう近めにして
ここでずっと上げれたらもう1分下がる。なるほど。もう9連続入ったら下がる。なるほど。そういうのを意識してやるとよくなる可能性がある。なるほど。あとはもう意識次第です。あとはその急坂アップの方法のダッシュをして、うん、今回のランニングも、まあ、10キロじゃなくてもまあ30分でもいいよ。で俺もちょっとだいぶリバウンドして取っちゃったんでちょっとやろうかなと思ってるんですけど、なかなかこう編集時間がちょっと言い訳なんですけどね、10キロ50分以内に走れれば大したもんです。それを毎日続ける、うん、そう。まあ好きな音楽聴きながらでもいいよ。好きな曲を、まあ、10曲聴けば50分じゃない、行くんじゃない。まあそうっすよね。で10曲ちょっと聴けば、まあ、あっという間に行くんで、うん、そう、1周1キロ1曲分ぐらいとして聴きながら10曲聴けばあるね、行くと思うんで、ありですね。はい、それはちょっと頑張ってほしいなと思います。はい、いけると思うんでみんな、うん、じゃあ皆さん、もしね、実際に実践して、ランニング、ピッチングうまくいったって人はコメントをもらいたいと思います。それではチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2020年モデルの T シャツができました。走れ大井チャンネルの大井くんも一緒にモンタナスポーツさんで販売中。文字にシルエットを入れたとても斬新なデザインとなっております。皆さんぜひとも1枚ご購入してみてはいかがでしょうか。詳細購入リンクは動画の概要欄からチェックをしてください。それではアウリオシタアーツオー。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。